いろんな女の子とちょめちょめしてたら性病になりました。美咲さんどのくらい治りました？まあその性病の種類によると思いますね。うん、クラミジアとかだと結構すぐ治っちゃいますし、泌尿器科に行って、クラミジアになったっぽいですって言って、まあ、抗生物質すぐもらうんですよ。でそしたら、まあどうぞ、まあ、3日4日ぐらいで治ってますね。うん、ただなんかなんていうんですか、こう梅毒みたいな、なんかよくわかんないですけど、そういうのになった時は結構大変な、気持ちになりました。はい、まあ、なんでね、性病にはやっぱりならない方が僕はいいと思ってます。はい、でもまあ、特にこう免疫がない時とかにそういうことをするとね、性病になっちゃう可能性もね、結構高まったりするんですよ。うん、で実はね、やっぱその人間の免疫といろんなウイルスも、性病以外でもそうなんですけど、コロナとかでもそうなんですけども、免疫っていうのは密接に関係してるんで、まあ、常日頃ですね、強くね、体の健康に気をつけて生きることがね、何よりも大事なのかなって思うんですけど、もっともっと一番大事なことを教えてあげましょうか。一番大事なのはですね、そういうね、性病になりそうな人とね、しないことですね。はい、それが一番の解決方法です。愛人がおすすめです。他の男性と性交しない契約も結んでもさ、そんな契約あるんですか今。愛人ってすごい何やるんですかね。僕あんまそういうことしたことがなくて、一回なんかパパ活っていうのがすごい最近流行ってるらしくて、周りでもパパ活っていうのをやってるね、人がね結構いるんですよ。だからね、いろいろ話を聞いてるとね、なんか大変そうだなって思うんですけど、一回だけちょっと試しにやってみたいなと思うんですよね。あのなんかどういう気持ちになるのか。でそれをね、会社の人に言ったら、あんまりバカなことやめろって怒られたんで、やめようと思います。はい、立場を分けまえろって言われました。怖いんですよ、最近会社の人たちが。はい。